でんなり、一軒とた、当選、二次戦、二次戦、二次戦、三次戦、三次戦、四次戦、出走、六次戦、七次戦、最後ね、元気一戦、当選、二次戦、三十戦、引っ掛け、三十戦、二戦、当選。ああ、そう。ちょっと今出かけようと思ってるとこなんだけど。まあ。東京駅でしょ？でも。ちょっとでいいからいらっしゃらない？歌舞伎座の2階にいるの。でも。あちらはか？もう見合いはやめたよ。いいように断っといてもらいたいね。ダメ、そんな弱気じゃ。出ていらっしゃいって言ったら、いいわね。待ってるわよ。ひろこさん、少しは歌えるようにね。バカで。でも、とってもいいわ。舞台は知らない。どっちよ。で、高木さん、そんなにそうなったって。でも、明日でないよ、思い出したから。せっかく梶原さんもお見えなんだし、歌ぐらい付き合ってらっしゃいよ。ひろこさん、ぼんやりしてないと引き止めなさいよ。あんた高木ファンなんじゃないの？それはファンなもんですね。もう。ご迷惑でございませんでしたらどうぞ。ええ。でも本当に用がありますんで、いずれゆっくりお目にかからせていただきます。照れてんのよ、この人。じゃあいいわ、返してあげるわ。じゃあ、失礼します。ごめんください。何？ひよこさんね、あんたにとってもなのよ。それ忘れちゃいけないわよ。その話しないでくれよ。女の方は苦手なんだ。嘘っしゃ。これから大阪のあの人を迎えに行くんじゃないの？行くかもしれんよ。もういい加減になさいよ。あんた大阪の安子なんかと結婚しちゃもうおしまいよ。わかったわかった。じゃ。何こたおとしてたの？ちょっと大阪方に負けないように釘を刺しといたの。峰さんのお嬢さん？そう、高之さんのお父さんの方でまた東京出てくるのよ。少しいい顔しやがって。しのぶさん、うち今度の東京行きなんやら怖い気がするの。神秘臭い人、あんたぐずぐずしてっと蓮太郎さんと無理に結婚させられてしまうわ。蓮太郎、あんな人のこと言わんといて。あかん、今度は絶対に高い子さんを獲得してしまうなんだらダメよ。もうええ、もうええって言ったら。アホやな、ほんまに。そういう方がいるんじゃダメね。ダメよかな。どうだか。でも安心なさい、きっと勝たせてあげるから。だって安子さんと方を愛してらっしゃるんでしょ。愛していても一緒になれないわけがあるよ。どうして？つまり、自殺なすった高木さんのお父さんね。自殺？そう、それも元は二礼文七さんに株で散々な目に遭わされたからな。まあ、そんな方来た縁組はできる？じゃあ、なぜ未だに仲良くしてるんでしょうね。資本よ、資本のためよ。高木さんのお店の資本は大部分大阪の二礼から回ってるんです。悔しいわね。それと、以前からお母さん同士が村千家のお茶友達だったもんだ。そう。でも、大阪の女なんか負けちゃいられないわね。Thank you.
んなご挨拶は。ちょっとご挨拶申し上げます。この度はご遠方のところをわざわざお出かけくださいまして、個人も定めし喜んでいることと思います。それでは何もございませんが、ごゆっくり召し上がってくださいまし。どないしたん？けったいな高行さん、目をよそよそしい顔しやはって。心配せんてもええ、さっき箱根誘ったら行くちゅうてはったもん。ほんま？うち引き受けてあげる。サンキュー。どうでしょう、ニレさんの腹をお聞かせ願えませんでしょうか。え、あなたを男と見込んで腹割りまへよ。実はあんたをはじめ東京製紙の大株主を抱き込んで大阪製紙とは合併する気でんねん。え、ニレさんが？場合によっては新会社の社長に乗らせてもええと言うたりまん。うちの会社やったらやります。やるかもしれませんな。どうです梶原さん、あんたの持ち株全部譲ってくれませんか。さあ、こんなところでどうでしょう。いらっしゃいませ。娘の京子です。こちら大阪の二根さんの師匠で京極さんとおっしゃる方だ。蓮太郎です。どうぞよろしく。あら、安子様のうちの。うちのお父さんご存知ですか。いいえ、お噂だけ。おきれいな方だそうですわね。それほどお前噂だけですわ。ねえ京極さん、どこかいい口でもありましたらお婿さん世話してやってください。わてがさまさんでももう決まった人おまんねやろ。いや本当のとこはどうです。ほんまですか。江藤さんが終わりですな。いやどうわがままでしまいません。重住さん、いやこれはいつ来られまして。今日です。あなたは？僕も今日ですね。ああ、おめでたい目に遭いました。まあとにかく私の家に参りましょう。さあどうぞ。え、大きに。あとへん、京極さんなんぞ来はって。冬かやな。あの、ご婦人の方がおいでになりましたの。あ、京極さんにです。池島忍さんという方ですが。おお、僕に。え、ちょっとごめんです。何しに来やがって、えらい霧でしたろ。さっきのあんな乱暴っかにしてた、謝りに来たの。それはご丁寧に。ほんまはな、安子さんのことでお願いに来たのよ。そんなこと言わんかて、分かってます。僕に諦めろと言うんでしょ。お気の毒やけど。僕に遠慮なんぞいりまへん。忍さん、高木さん、あっちの部屋に来てはりますね。え、来てはんの。張り切りよって、おすんまんならとうに拒絶されてるわ。高木さん、いけずやわ。なんで来てくれへんだの。早う藤渡り行ってあげて。安子さん、病気しはりますわ。こんな霧に行けば僕だって病気するよ。
こんなアホなことありまっかいな。もしもし、富士ホテルの20号室で頼みます。篠子さん、どうするんだ。まあ黙っとって。よう春子さんのお家いかなんだわね。それだけは褒めてあげる。あ、安子さん、私今レイクサイドホテルにいるの。すぐここ来たら。うん、いやよ、弁太郎なんかに会うのごめんよ。違う違う、来たらわかる。急用や、すぐ来て。困るな、そういうことをするのは精神違反だよ。そらあんたや、なんでそないに安子さん嫌いなの。あの方、蓮太郎さんと結婚せんならハメになってやきもきしてありますの。今のうちになんとか決めだけ決めてあげたら。そういうことはそうせくもんじゃないよ。どう春子さんが会えたんだって邪魔してはるんや思うけど、うちの言うこと違う。そんなことはないよ。私、春子さんや清子さんとほんまに喧嘩します。かもしれへんか。そんなバカな。はい。あの女の方がお二人お見えになりました。どなた。さあ、何と申し上げませんが。うち、代理しとくわ。篠子さん、困るなあ。あんた、裏から逃げて、安子さんを待ってて、二人と子供ちょうたら、安子さん、ほんまに病気しはります。しょうがないなあ。早うして。いらっしゃい。先日は。こんばんは。高之さんいらして。キャンプ屋のとこ遊びに来ましたの。そしたら高之さん来とられるって言い張りましたんで、お部屋行ってみたら嫌がしまへんの。そうですか。何ぞ飲みません。さあ行きましょう。いいえ結構。どうして。いいんですの。入ってもええ？どうぞ。うちのお父さんのあれっ子？うん。京極さん、さっきの話ほんまに怒らんといて。どうぞして安子さんと高之さんと結婚させたいのやで。辛抱してんか。そりゃ賛成です。どうせ僕らでっち上がりゃもん、文句言うことあらしないの。それ言うたらあかん。あんた二玲さんに見込まれて大学まで出たインテリアないの。違うのやあらへん。そうやって僕も応援させてもらいます。ほんま？それ。そんなのがかっこないわ。せやけど、篠子さん。ん？あんた、高橋さんのことやと躍起になりまんな。よっぽどあの人に好かれたいと見えまんな。どうです？アホなこと言わんといて。高橋さんのためやあらへん。今日では失礼しましたね。なんだかんだと忙しくて。いいえ。高幸さん、どうしてこんなとこ行きはりましたの。あなたここを通ろうと思ったもんだから。まあさあ、寒いことございません。いいえ。あ、その辺でお茶でも飲みましょうか。それとも少し歩きましょうか。え、今さら帰るのも尺だわ。もう一度ホテル行ってみません。あら、あ、高木さんだ。あ、そうだ、高木さん、高木さん、そりゃ探したわ。うん。
それにあんたずいぶん妙なことするじゃないの。来たなら来たと知らせるぐらいしてくださってもいいじゃないの。よく来たのが分かったね。よく分かったもないもんだわ。バカにしてるわ。しのぶさんにすっかりしてやられたわ。これからあんたのホテル行くわ。いいでしょ、行っても。しかしいいわよ。よこさんいらっしゃい。やすこさん行きましょう。あら、いましたわよ。まあ、どこでお会いになりましたの。その説は。いや、どうも失礼しました。どうです、このお父さん分かってますか。まあ、どうやらやっております。いや、結構ですな。しのぶさん、もう帰りましょう。帰りましょう。父さん、早くしのぶさん連れて帰ってください。うるさって休んでらしめんね。まあ、こっちは休暇もろてきたんですさかいの。そんならええわ。坊さん、自動車呼んで。はい。春子さん、私たちも失礼いたしましょうよ。いいのよ、どうせ高之さん朝遅いんですもの。ほんなら私らも言いましょうね。かましまへんやろ、京奥さん。寝よったないな。あ、京奥さんはまだ京奥さんをご存じないでしょ。紹介したまえよ。あら、そうね。はい、いらっしゃい。京奥さん、こちら梶原清子さん。梶原株式店のお嬢さんね。こちら二瀬さんとこの京奥さん。いや、はじめまして。どうぞよろしく。どうぞよろしく。重住さん、東京からお電話です。あ、そう。もしもし、僕高木です。ああ、尾上さんですか。え、何ですって。え、投資家だな。どうも困ったことになりました。え、一昨日あたりから命かけていたんですがね、今日も下がりました。下がる一方です。ああ、そう。どこが売ってるか分かりませんか。ええ、それがどうもまばら売りなんで。え、ええ、そのくせ一時そこのまで一度落としていく相場のようなんですよね。この調子じゃうっかりするとやられますよ。とにかく明朝できるだけ早く帰ります。え、ええ、その上でなんとか。え、じゃあごめんなさい。お知らせすることがありますので。あ、そうですか。お店の休業って当時のことじゃございません。え、それを知ってるんですか。春子さんだって知らないはずなんだけど。実は京極さんと初めてお会いしたんじゃなかったんです。え、この前うちに見えて投資株を買い占めていったんです。京極君が。何ですか、大阪製紙と合併させるとか。そうか、やっぱりニレの手か。高之さん、ありがとう。あなたのおかげでどうやら対策の検討がつきそうですよ。ねえ高之さん、しっかり戦ってちょうだいね。ええ。お待たせしました。お約束の大阪製紙です。池島さん、ご恩は一生着せていただきます。そうおっしゃられると恐縮です。本当にこれを譲っていただけなかったら破産するところでした。そう喜んでいただくと嬉しいおますわ。お手は株が商売ではないんだすよってな。上がろうと下がろうとどうでもかまへんのやが、まあ二礼さんはじめ皆さんに知らんことにして
置いていただくんだすな。あ、それは十分心得ております。失礼でございます。確かに、これおしまいなすって。そう、どうだす一つ。あ、さあさあ。何でもよで。あ、中さんに来るように言いなはれ。はい、かしこまりました。いろいろご厄介かけまして。いやいや。お父さん、元の自動車具合悪いわ。二人なってるのあれ。ああ、いらっしゃい。こんにちは。あんた、いけずやわ。どうせうちに来るんやったら、そう言うたらええのに。あん時、なんで雲分けしはった？いや、呼んどころない用があったんです。うん、お父さんもいけずやわ。高行さん来はったかって、ちょっとも言わはらへんのやもん。忘れてたんや。もう今日の様子見はった？ええ、まあまあ。そうやったら今度買うてもろた自動車でドライブどうです？うち上手やし。まだ少し用が残ってるんです。かまへんやないの。さあ行きまほ。そんなことほったらかしてたらよろしいわ。高行さん忙しいのや。この次にしなはれ。そうお願いしますよ。そうやったら宿まで送ってあげるわ。そう怖がらんとこの腕信用して。そりゃ信用しますがね。危ないもんや。まあ、お父さんうちの自動車乗ったことありますか？何にも知らへんくせに。乗ったことあるがな。いつ？動かんときに。あ、奥さん。なあ。ヤスコさんとこ行きまはか。それは困りますよ。まだ会うてはらへんのでしたろ。ええ。あんた、なんでヤスコさんにいられたんしやはんの？かわいそうやないの。僕の方がよっぽどかわいそうですよ。なんで？いけず言わんと行きまは。そんな無理を言うと、僕、帰らせてもらいますよ。いややわ。あら？ちょうどどこ行ったわ。あちらではいろいろご厄介になりまして。いや、僕こそ。こんなとこしょうもない。お家へ入りましょう。僕ここで失礼させてもらいます。こんなことってありますか？せっかくですけど用事でいっぱいなんです。では。心配せんと。もうおしまいよ。あの方、うち切ろてはるに違いない。何言うてんの？そんなことあらへん。さあ、うちの部屋行きまほ。ほっといて。うち一人で考えたいの。考える？なんで？うちきっと繁盛してあがりよってな。きっとよ。帰りやす。先ほどからお客さんがお待ちです。あ、そう。こんにちは。あなたでしたか。驚いたでしょ。今朝こちらのおばんところに来たんですの。そうですか。あ、君。はい。何か冷たいものを持ってきてくれない？かしこまりました。どうぞ。いただきます。あの時はわざわざありがとう。おかげさまでどうやら辛い目を逃れそうです。まあ、それはようございましたわ。私とても心配してましたの。すみませんでした。いいえ。
私を邪魔していけなかったんじゃございませんの。安子さんのために。変な推理はしないでいただくんですな。じゃあ私、安子さんを無視してお話ししてもよろしいんでございますの。無視？私が大阪まで来た気持ち、お分かりじゃございません。私、あなたのことばかり考え続けてきたんです。厚かましいことはよく分かっています。でも。それは僕はありがたいと思います。しかし。結婚していただけません。結婚？率直に言います。僕はあなたのことをそれほど深く考えてお付き合いしてはいなかったんです。これ拭いてちょうだい。痛いでしょ。大丈夫ですか。あなた怒ったりなさることありません。たかが僕なんぞのことで。なんぞご用で。体ラインに水、包帯もだ。はい。見せてごらんなさい。安子さんのとこへ連れてってちょうだい。安子さんに何の関係もないことですよ。あ、ガラスが刺さってる。安子さんを呼んでちょうだい。まあ落ち着いてください。無茶なことをなすっちゃいけませんよ。人間にはどうにもならない運命ってものがあるんですからね。どうしはりましたんです。いや、何でもない。あ、いいよ。さあ、洗いましょう。もういいんです。いや、まだあります。バカね、私。ずいぶん長い間、あなたのことばかり考え暮らしてきた。とどめに変えましたな。あんた、どうされましたよ。大変な傷なんですの。とても悔しいことなんですのよ。へえ、そらえらいことやな。どうです、よかったらその辺まで。どうです、元気出したら。
なんだよ、くよくよすることなんかありませんがな。ありがとう。あなただって元気ありませんのね。なんでです？そうじゃありません。あなたさえしっかり安子さんを掴んでいたらこんなことにはならなかったんですのに。そりゃ無理ですわ。肝心の父さんが向こう向いてはったら決まれよってな。まあ短気お子さんともうちょっとの間我慢する子ってな、あんな男のことをすぐ忘れますな。でも女の心はそうやすやすと口で言うようにはいかないんですの。なんでね、あんなに嫌い男。茂出美さんの絵の男やったら二三人まとめて世話してあげますわ。まあ僕に任せなれ。あんた僕見ながらな、我慢に我慢のしすめはおまへんか。まあ僕の言うこと聞いて時を借りやす。え、そうしなはれ。こうなったらもう断然あんたの味方。いつか一度あんたの胸を救うようにしてあげます。どうぞ。どう？朝はとても気持ちがいいわ、ここ。何？さあ、二人とも好き同士やったら、これ以上うちに世話焼かさんでと。ご迷惑でしょ。そりゃ迷惑ですよ。お会いしたいと思う時には十分気持ちの上に準備が必要ですからね。たった一言だけおっしゃってください。あなたうちがどうしてもお嫌いなんですね。ね、お願いです。それだけ教えてください。それだけでいいんです。嫌いになれれば僕だってこんな苦しみはしません。Thank you.
貧しい子供になってもついてきてくれますか。物質的な不幸を見応えてくれますか。僕はある人からうちの都合の悪いことばかりされてるんです。その人のためにいつどうなるかわからないんです。その人誰ですの。言えません。あなたの知らない人です。誰かしら。それを承知の上なら僕は決心します。これから忍さんと有馬へ参ります。有馬のうちの家も見てください。もう時間がないでしょう。自動車ですぐなんですから。昨日もあったとお父さんに言うてし。どなたも来てあります。何言ってんねん。池島のお父さんからちゃんと聞いてきたんや。うちの夫なんだか。池島さんが帰られますとすぐ家にありました。ほんまか。ほんまです。そう、僕から探す。どなたも家早いまへん。あ、高木さん言われましたらちょっと用があるって呼んでください。いや、ありますけど、何ぞよならうち聞くわ。あんたには分からんことです。うちに言えんこと、高行さんに聞かしとないわ。父さん、高行さんに降りてくるの言ってください。あなた上がったらええ。よろしいか。どうも失礼しました。話したいことがありますから外に出てください。あ、行かんといて。何、直筆のようでしょうから。あんた、うちやすくさんはどうしてくれまんねん。この前、ヤクさんが戻ってくると言ったら立派にことだったじゃないですか。それに今日のまで一体何です。あんまりバカにすんな。僕かて我慢に我慢してたんで、これ以上恥じゃ、おっと恥じゃ。なんとか言ったらどうだ。よし、たまえ。なに、もうご様子ね。ええ、どうやらね、合併の方も目鼻がつきましてな。僕も新会社の専務に押されそうでね。まあそう。どこぞ散歩に行きませんか。久しぶりやで、広いとこ歩きたいんです。どこがいいかしら。どこがよろしいかな。ひよこさん、僕豪州の役所のせがれ屋で、なんぼ忙しい時でも時々は国に帰らんと気が済まんのです。あら、そう。農家の生まれでしたの。ええ、絶地になるまでは。せやから力は今でもかなりあります。そうやって高行さんなんかに負けしまへん。高行さんのことはもう言わないでちょうだい。偉いすね。これからや。これからが本番の戦いだ。見てなあれ、今にギューって目に合わせてあります。それが済むと安子さんと一緒になるんでしょ。え、僕ですか。父さんのことはもう言わんといてください。嫁はな、おる、とんぞうですか。そうですよ。もしよ
が暴落だ。もう4円も落ちました。売り手はどこだ。8円だって。8円落ちた。誰だ。売り崩してるやつは。誰も買えんか出なんか。一日で20円の下落なんて、そんなバカなことがありますかい。投資の件をやっとせいだと思ったら、すぐまたこれだ。もう買い向かうことはできない私に。しかし、こんな延長はそういつまでも続きますまい。そのいつまでもが頼みですよ。わかりました、わかりました。売り崩しているのは柏原の店です。何、柏原。そうです、柏原のやつです。そうか、やっぱり柏原。ちょっと相談がありました。前まで来てください。そうだな、ちょっと、ヒントが掴めますね。今やってますか。ヒント見えんやで。研究室。お母さん、ちょっとこちらへ来てくれませんか。改まって、どうしたの。ええ。お母さんもご承知でしょうけど、投信株が急にめちゃくちゃに暴落をしました。今日の下がりだけでもうちの財産は6倍なくなってしまいました。もう少し辛抱してたら元へ戻るのじゃないかね。いえ、今度は違います。ニレの手が入ってるんです。ニレさんが。分かってます。仲間はやられに決まってます。そこでご相談なんですが、今のうちに財産全部を整理して商売をやめるか、あるいは負けるまでも戦ってみるか。ありましたか。じゃあお母さん、覚悟してくださるんですね。お店も家も何もかもみんなお前のものじゃないか。ありがとうございます。やってみます。しっかりやっとくれね。すみません。重ね重ねお米もなくご無理お願いして申し訳ございません。いや、遠慮いりません。しかし、大変なことしたな。それとも大噂しておりましたのや。これが店やうちの陶器でございます。どうぞ、お改めながら。このご別宅の新築の時に先代さんにお呼ばれしましたのや。今でもそのままだか。え、ようでけてましたな。失礼ですが、小切手で。ありがとうございます。じゃあ、花田勝手ですけど、東京の方の打ち合わせもございますから、これで失礼させていただきます。うち、宿まで送ってあげようか。いや、いいです、いいです。うちの言うこと聞くもんですわ。じゃあ、お言葉に甘えましょう。ほんなら、次郎さん、下来てこ。今度のこと、安子さんに知らさんなら。安子さんに？どうして？そうやおまへんか。未来の奥さんやもん。それどころか、あの人とはどこまでも他人ですよ。まあ、そりゃかわいそうやわ。いや、そういう運命なんです。そやけど、お父さんのやってはること、あの方ちょっとも知らはらへんし、安子さんに何の罪もあらへん。まあ、あの人のことはやめてください。僕一個の結婚どころか、東京の壁屋が負けるか勝つかの瀬戸際ですからね。そやけど安子さんはな、あんたのために閉じ込められて、罪人みたいにしてはるんですよ。お願いです。あの人の話は聞かせないでください。今度の勝負がつくまでは。さよか。でも買ったらええんでしょ。これも一緒に使うとくれやす。なんです。お小遣い貯めたんやさかい、みんな使うとかってかもしまへん。こっち11,000円、これ20,000円や。資金の足しにしておくれやす。それはいけませんよ。あなたから借りられませんよ。そんなこと言わんてと、お願いよ。じゃあこの際だからお預かりしましょう。この金を上手に使って10倍にしてあげます。え、10倍に。ええ、うまくいけばもっとです。
ほう、ほらおもろいわ。うち株屋さんになりたいと思ってまして。株屋結構や。あんたそのにくよくよすることあらへんって言うたら。もうええ、あっちゃん持ってって。もうちょっとお上がりやしたら。いらん、早よあっち行ってと。というのは大阪のニレです。ニレだって。スカシリと格用が潰れた。ダメだ。地獄だ。山順も潰れたぞ。すみません、お母さん。お父さんの残されたものは兄弟ほとんどなくなりました。まあ元気を出しておくで。体さえ丈夫でいてくれたらどうにかなりますから。ええ、高行さん、なんてざま。それでも東京の男なの。うん、分かってるよ。その顔何。安子なんかに借り合ってるからいけないのよ。清子さんと結婚してこんなことにならしない。己のうちも考えてちょうだい。あんた一人の店じゃないことよ。私とお父さんがいくらためを持って働いてもみんな水の泡よ。高行さん、私たちはどうなるんです。私たちは直してよ。高行さん、直してったらね、高行さん。どこ行くの。よせ、もう分かった。ごばん行きないだろな。本当町始まってこんなことがあったかっていうんだ。分かりながら東京は震災食ってるんだね。だから大阪だ違うんだ。そこを考えてもらいてね。皆さん、お調子。はい。茂泉さん。どうです、お酒しないか。何しやがるんだよ、ふざけたまにするな。それでなくて腹立ってるんだよ。おい、余計なこと言えないよ。どうもすみません。師匠、しげずみさん。安子さんと結婚しないか。君に疑われることはまだ何もしてないんだ。やったらただのやらしいがない。そんなのもらいなさいよ。今頃あんたゴテゴテ言うてる時ですか。株の戦争最中ですよ。僕んちはもう潰れちゃったんですよ。じゃあもう取引できませんのか。できません。ならどうでしょう。今夜中に僕なんとか資金都合しますさかい。もう一遍やんなはれな。オスもうちの大将売り続けますさかい。あんたも売りに出たらよろしいがな。どうよろしゃいませ。あそだけでもやんない。せっかくだけど、それはできません。ちょっと。あんた、強情あらんと、僕の金作ったらよろしいやないかい。バカにすんな。いつバカにした。金金ってなんだ。金なんかくれと誰が言った。そんな手ありますか。金で困った時には金の話するのは当たり前じゃないですか。そうやないですか。僕は君に負けたんだ。これ以上肩にかかって、殴り物にしないでくれたまえ。何を言ってまんねん。僕が手に入ってりゃ一旦処分がついたからには死にかかってるあんたも黙って見てられますか。
僕はうちの出しで騙したかってあんたが狙ってくれるのが面白まんね。ありがとう。気持ちだけはお受けします。あんたまた僕を誤解してない。僕は安子さんをもらえとってこのこと言ってたのに違いますね。安子さんは完全にあなたのもんですよ。分からん人やな。僕はあんたの家のことを心配して言ってまんねん。いいんです。お袋だけはどうにか生活していけるようにしてありますから。僕のことはこの前にしといてください。さよなら。何がそんなにおかしいんです？あんたの泣き顔が。ずいぶん儲けてくださったんですってね、私のお金で。あ、あんたのはよかった。今お渡しします。31万2800円。大したお金やわ。ありがとう。無駄遣いしちゃいけませんよ。あんたは贅沢だからな。もうどんなニューカーが輸入されたかって買わへんわ。そう、むしろお嫁に行く時まで持ってた方がいいと思うな。お嫁の話なら言わんといて。それよかお父さんに電話して決めたんやけど、ここのうちとお店うちのものになったんよ。どうしようとするの君のうちにして。株屋さんになりたいのよ。ねえ、このお店の権利譲りまへん？譲ろう。でも高いよ。そうやけどあんた潰れたんやさかい安うするのが当たり前やないの。なるほど。しかしこの店を続けるんなら取引所へ15万円は納めなくちゃ。かまへんわ。これで払おうといてちょうだい。おいよいよ本職だね。そうやったらうち大家さんやで。家賃決めてんか。うん、まあ250円かな。よろしい。それからあんた旦那さんにしてあげるよって月給いくら欲しい？500円。そんな高いバンツさんってあらへん。じゃあ400円。まだ高い。ああ、家賃並みに250円に負けとけ。重泉、ちょっとタバコ取ってんか。ええ。ねえ、ほんまに10代やなしに明日からそうして。脅かしたってダメだよ。真面目な話よ。おばさんに聞いてごらんなさい。おばさん、おばさん。なあおばさん、ここの主人になるのほんまね。高雪、大阪の池島さんのご好意なんだよ。そうでしたか。そんなややこしい顔せんでと。僕できるだけ働きます。あなたやお父さんのご好意に報いますよ。いやいや、あなたもって。もう時間や。長いことうちへ帰らなんだよって。大阪の本宅へ行ってきました。お帰りですか。おばさん、お大事に。あなたもどうぞ。いつ頃お帰りです？あ、すぐ帰ります。店は成績を上げときますから、ごゆっくり行ってらっしゃい。成績悪いと月給減らします？はい、承知しました。帰ってきました。うちに代わりはありませんなんだか。はい、別に。あんた痩せたな。自分では分からしまへんけど。あかんな、そう痩せては。それから伝太郎との話な。
あれもいい加減に決めてやらんとかわいそうやよってあんたから言い出してもらわんならんな。はい。あれは腕のある男や。ただいま池島さんの父さんからお電話がございまして。え、しのぶさんが？よろしかったら遊びに来いと言うとられました。そう。行ってきな。よろしいのですか？久しぶりやでな。どうした？いいえ、大丈夫です。うちを止めてしまうか。ええわ。安子の栄養にしとき。体に気をつけてな。では行って参じます。小村、店の山本呼んで。はい。あかんあかん、早う逃げんと連太さんと一緒にならんならハメになるわよ。ここに支度したりよって東京を逃げ。もうダメ。憎い憎いの娘なのに追ってくれはらへん。あんたは何も知ってやないのよって。そんなこと言い訳にならへん。どうせうち嫌われんもんよ。高行さん嫌うてなんぞ嫌はらしまへん。さあさあ安子さん、あんた水臭い人やわ。うち見損のてた。うちやったら何置いてもお詫びに行くわ。それが忍者よ。好き嫌い言うてる時やあらへん。そやけど会うてくれはらへん。きっと会うたらええやないの。新曲さしてやな。さあさあ。ごめんください。ごめんください。あ、安子さん。どうしたんです？安子さん。大丈夫ですか、安子さん。ね、しっかりしてください。さぞ、憎いやつだと思いでしょうけど、堪忍してください。いや、そんなことはいいから、休んでください。今、医者を呼んできますから。安子さん。わざわざ謝りに来てくださった気持ちは、十分よくわかりました。僕はもう何もかも水に流します。しかし許してください。僕はあなたに帰っていただきたいんです。あなたの体も治ったようですし、幸いまだ汽車もありますから。それにお袋も留守ですし、人に疑われるのはよくありません。ええじゃありません。疑われたって。いけません。
京極君に行けません。蓮太郎がどうしたんです？京極君は僕を任しました。思ったよりいい人です。健康です。それはどうしたんです？あなたと結婚しろと頼んだんです。蓮太郎とですか？私を魂のない人形だと思ってますの？品物だと思ってますの？あなたが大事だからですよ。一時はあなたまで憎いと思いました。でも憎みきれるどころか愛することにちっとも変わりはないんです。それならそのように生きる道はあるじゃありません。あなた謝りに来ただけのはずでしょ？そうです、そのつもりでしたわ。でも私家を捨ててきたんです。もう何もかも言います。あなたに愛されてなきゃ一日にもいられない女なんです。許しなさい、こんなくだらない男。嫌です、帰ります。あなた私に死ねとおっしゃるの？そうか、ちょっと失敬します。はいはい、僕高行です。あ、篠尾さんですか？大阪から？あ、そう、安子さん来てられます。何ですって？大変よ、皆さん殺されたの。今知らせたばっかりよ。詳しいことは分からへんけど。ほんま、安子さんにすぐ帰ってもらってちょうだい。よろしいです。今夜の記者です。じゃあいずれ。安子さん、ちょっとここへ来て。僕を抱いてなさい。もっと強く。あなたのお父さん亡くなられました。あ、安子さん、安子さん。ご愁傷なことで謹んでお悔やみ申し上げます。ちょっとお邪魔します。おくたびれでしょ、なんと思ってます。いえ、父さんこそ体大事にしてもらんとみんな困りますよって。
おおきに。実は今日お願いに上がりまして、お店のことですけど、このままやとお店のもんがみんな失業しますよって、私が店をやらせていただきたいと思うんですけど、どうでしたろう。大きなことはできませんけど、まあ、どうにかやっていけると思うんです。もしそうしていただければ、どんなに気が楽になるか知れません。お許しくださいか。どうぞ。ありがとうございます。で、大失礼ですけど、お家へ20万円お払いいたしたいと思うんですけど。その間の話はよう分かりまへんよって栄養にしてください。高幸さんもレンタル班にお任せする方がいい。二でけ全部の印鑑もお渡しするよう言うてでした。いえ、印鑑はいけまへん。なぜ？決まるというのが待つよって、まあ、いるときは父さんの手で押していただきますよって。どうぞよろしいようにお任せします。へえ。それから私の結婚のことですが、実は東京の梶原さんの娘さんと一緒になることになりまして。まあ、清子さんと。そう。その方も末永く目をかけていただきたいと思いまして。そう。私喜んで妹にしていただくわ。いや、とんでもない。いつ式は？それはまだ分かってまへんねんけど、いずれ。今日は何プレゼントしましょうか？いや、もうそんなご心配どうぞやめてくれ。今度安子さんを泣かすようなことしたら、ほんまに免職よ。覚悟して。もう大丈夫。よう言い聞かせといてよって。安子さん、あちらの紅茶すぐ任せるさかい。うちの番頭に飲まして。な。人前行ってきてよ。